1> 第1次、森内閣は、元文部大臣の森喜郎が、第85代内閣総理大臣に任命され、2000年4月5日から、同年7月4日まで続いた、日本の内閣である。2000年4月2日、前任の小渕恵三首相が、脳梗塞で緊急入院して、職務執行不能となったため、前の小渕第二次改造内閣を急遽そのまま引き継ぐ、形で発足した内閣であった。 前、小渕内閣に引き続き、自由民主党、公明党、及び保守党による、自公保連立政権であった。小渕首相の発祥、入院が急であり、重篤と伝えられ、5人組による、不透明が問題視された内閣となった。内閣官房長官を含めて全て全内閣からの、再任者となる、犬抜内閣で、スピード組閣された。また、 第42回衆議院議員総選挙を想定しての選挙管理内閣の性格が強かった。同選挙では玉沢徳一郎農賞と深谷隆史通産賞は落選した。内閣総理大臣としての人事権により森首相が独自に組閣するのは同年7月4日の第二次森内閣からであった。組閣同日に発足。1999年9月20日。 将来の副大臣制度を見据えた政務次官の権限強化に関する法改正があり、同日以降は総括政務次官と呼称することとなった。この改正では権限部分のみで官職名までは改められず、閣議での申し合わせという形での総括呼称導入であったため、法的根拠を要する任命事例には総括を含まない正式官職名が使用される。ありがとうございます。